どうもポンシュラーです。ついにいつか実装されるだろうと言われていたウルトラのスーパーサイヤ人2のご飯が実装決定しましたね。いや、このキャラは明日実装予定ということでまだゲットすることはできないんですが、もう楽しみすぎて待ちきれないということで、今回はこんな感じの疑似ウルトラご飯パーティーで遊んでいこうと思います。まず上から順番に説明していくと、今回のご飯はアーマー向こうの射撃が撃てるということで、腹パン射撃を安全に撃つことができるんですよね。で、腹パン射撃といえば、このスーパー17号だって腹パン時に打撃封印を持ってるということで、もう実質ウルトラご飯ですね。で、次、ウルトラ身勝手なんですが、今回のご飯は回避してる時やコンボをもらっている時に、相手の打撃系の攻撃に対して、なんと湯逃げでカウンターすることができるんですよね。いや、これに関しては、邪念馬が一番近いと思ったんですが、僕はあのキャラ持っていないということで、身勝手でお許しください。で、次、中山ですね。まあ、これも、今回のご飯はなんと必殺が敵のアーツ攻撃に対してカウンターをするということで、もう完全に中山と同じなんですよね。で、ラスト、バダロットなんですが、今回のご飯はまさかの踏ん張り持ち、さらには範囲特殊を持ってるということで、不滅と範囲特殊を持っているバダロットも実質ウルトラご飯ですね。ということで、今回はこの4人で暴れていこうと思います。さあ、来ましたね、お相手さんは、劇場ですね。まあ、初手は最強のこの3人でいこうかな。お相手さんめっちゃ強そうだし。さあ1戦目やっていきましょう。タックル回避いこうかな。タックル回避から射撃撃ちまして、ここはアーツ押してくるか。射撃撃っちゃって、おっと今度は特殊跳ねまして、キャラチェしてくるか。タックル回避から OK、 噛み合いました。え、これはもう落ちますね。17の必殺で特殊アーツも持ってきちゃいましょうか。いいぞ。さあ、このお相手さん17の色めちゃめちゃ刺さってるんで、すごいいい感じ。危ない。通常出されておいて、さあ打撃封印入れたんですけれども、あれなんだよな、カウンターが怖い。打撃はもう一回振っておいて、 OK 噛み合いました。外して射撃撃っちゃって OK、 また入ったけど湯逃げがありますよね。まあ、とりあえず反転だけしておきましょう。回避見て射撃撃ちまして、また噛み合った。何これ、めっちゃ噛み合うんだけど。さあ、バダロットの範囲特殊も撃ってないし、17号の腹パン射撃もしてませんし、身勝手のカウンターもしてません。どうしよう。あ、これ腹パン射撃いっちゃおうか。腹パンから射撃撃てます。はい、通常で押さえておいて、またこれ封印入れたんで射撃撃っちゃいます。通常で押さえておいて、また封印入れました。変身してくるかな。してこない。通常でいいや。怖い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 。変身してこない。射撃撃っちゃいますよ。オッケーオッケーオッケー。17の打撃封印がやばすぎる。あー、出てきちゃった。死んじゃいますよ。メイン切って落としに行きましょうか。フラッシュボンバー。はい、最強。機械ダメージもありますと。さあ、クイックタックから。いけない、クイックタックが。これ、湯逃げあります。いや、でもこれカウンターじゃないんだよな。危ない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 、怖い怖い怖い。打撃は振っておいて、そのままついっちゃうか。通常ね、変身してこないか。タックル回避行こう。タックル回避から必殺でいいや。うわ、危ない。どれ、お願い。いや、これ負けるとちょっと、お身勝手最強だ。そうだった、完全に忘れてました。危ない。あ、避けれんかった、最悪や。ただここはバダロットの不滅がありますと。あ、カバチェン成功した。さあ、反転してからクイックアタックで落とせ。おーおお。さあ、これは必殺でワンチャンライジングは打ってこないと。あ、いいよ。もうこれはやることないんで中距離行こうと思ったら、あ、待って、でもこれさ、範囲特殊あるじゃん。あ、でも効かないのか。まあいいや、一応打っておこう。オッケーオッケー。なんか入った。さあ、これは身勝手でアーツ持ってきまして、メインを切ることによって特殊アーツも持ってくるんで、多分落としきれるはず。オッケー。今の試合はバタロットの範囲特殊と17号の腹パン射撃がめちゃめちゃいきましたね。ということで2戦目やっていくんですが、これ負けやろ、こんなん勝てないぞ。さあ、キャラパワー的に本当にしんどいですし、あれなんだよな、バタちゃん俺覚醒させてないんだよな。覚醒っていうかソウルブーストしてきてない。もう17にはヒット確認いっちゃいます。オッケー。さあ、コンボ取れたんですが、
あんまりだな。いや微妙すぎる。え、弱すぎる。何これ。ピクタックで時間稼いで跳ねましょうか。これもうよだめ判定狙うしかない。通常で押さえておいて変身するか。さびっくり見えました。タックルかな。いやー交代射撃にしておこう。オッケー入った。いいぞ。ワンチャンあるか。オッケーオッケー。強い強い。え強くね。シャロットクソ強いんだけど。さあ変身しておいて一回通常で押さえておきましょう。さあデブンクス君は出てこない。あ出てきた。カウンターするよ。打撃は振っておいてずらします。いやずらしかい。ヒヨミマジかよ。あでも17に変えてきたんで耐えてくれるはず。中山はねちょっとソウルブーストしてきました。さあこの龍拳はユニフラつけてるかな。この人さっき見とけばよかったな。あでもまあまあまあ割と耐えてる。オッケー止まった。ヒット確認行こうかな。跳ねよう。2連回避オッケー。さあコンボ取れたんで1回必殺にしておくか。はあ、お強い。めっちゃ強くね。ワンチャンラジグ溜まってそうだな。タックルはコナーいいかぶせようか。ああ遠距離遠距離でした。ちょ待ってバラちゃんた。あ遠距離打撃したからさコンボやめてくれたんだけど。この人マジでありがとうございます。メイン切っちゃおう。えワンチャン圧をしてくんない。お願いマジでお願いお願いお願いします。ダメですか。いやくっそ。いやさすがに狙いすぎたな今のは。あバダちゃんで受けるか。あー死ぬ。無理だよこんなの。お願い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 。あ止まんないよね。そうですよね。ちょ一回カウンター決めたい中山さんの。お願いマジでお願いお願い。打撃は振っておくか。あぶねー。あつあおお そっちか。オッケーオッケー。さあカカハンもらいまして。いやこれ無理だよこんな勝てないよ。メインってなんだっけ。特殊ドローか。はあしていきまして。いやワンチャンある。これワンチャン勝てそうじゃない。いやお前強っ。デブンクス君強すぎる。もう一回通常。オッケー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 。キャラチェーン回ヒソカーツ。オッケー入った。え、てかめっちゃアーツ持ってきてる。何これちょっとラグイ。そしていや龍拳出てくる。いやこれえなんかすごい泥足すごくない。何これなんでこんな泥足あんの。もう一枚持ってこれないか。ワンチャンさアーツ。いや中距離してこないか。お願い。え勝ってる。マジ俺の方がちょっと上だったな。ちょっと上でしたね本当に。えマジか勝てるんだ今の。2連勝しちゃったから終わっちゃった。もっとこの人と試合したかった。さあ来ましたね。お相手さんは人造ですね。めちゃめちゃ強そう。どうしようかな。これ中山出してみる。中山バダロット17号で行ってみるか。お願いスーパー17出してきてくれ。終わった。いやもう次の試合確定負けやこれ。さあ頑張っていきましょう。この試合の目標は中山の必殺を決めて勝つことです。回避見て射撃打ちまして U 字ムーブしちゃいます。 OK。 さあコンボ取れたんでスーパー17号で殴っていきましょうか。強いよこれ強いよこれ。止まんないよ本当に。ちょっとラグいかな。いやもう一枚引いてほしい本当に。お願い。おーキャラチェーンしてきた。マジ。さあそしたらアーツ持ってきますと。でここでバダロットチェンジでいいかな。すごくいいよ。でここで外して射撃撃っておいてなんか入りました。連発で撃って落とせないか。マジか。そこ反応してくんのすごっ。打撃上がりします。オッケー。さあウルトラご飯も背徳子持ってるんでね。落とせ。いやいかんか。クイックタックで落とせる。でっかい。さあ反転して初動狩りできたの今。なんかびっくり見えなかったくない。さあ遅い回避からの通常を押したい。押させてくんないか。あ落ちました。さあ今クイックタックで打撃フン入れてるんでヒット確認行こうと思ったんですがタックルとうまいな。あ何してんの俺マジで下手すぎないか。ちょここはバドロットで受けていきましょう。まあ不滅あるから多分大丈夫。なんで通常で押さえておいてキャラチェンメインびっくり。お願い
いや見えないか。あ、くるくる来ない。射撃撃ってくるか。通じ出されておいて。痛い。んー、あー、危ない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 。跳ねましょう。交代ムーブは釣れなくて、襲い返し取りたい。タックルに襲い回避を、オッケー、取って取って取っていきまして、さあ打撃フン入れたんでヒット確認いきます。跳ねます。いや回避読み決めてくんの、そこマジラジがあるんだけどな。いて、さあ必殺圧持ってきたいけどな。射撃打って2連で打って跳ねまして、タックルかぶせまして、速圧。いやどうしようこれ。おー必殺か、圧いっちゃおう。んー、いや即回避するか。まあ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 、不滅あるんで大丈夫だと思います。なんか外れてる、えマジでかいぞ。さあここはとりあえずバタロットでポンポン殴っていきまして、スーパー17にチェンジして殴っていきましょうか。さあ弾吐き回ります。これオッケー、セミちゃんが出てくる。そしたらバカ野郎頑張れ。弱くねお前、めちゃめちゃ弱い。何こいつ、何これ何これ。お願い射撃お願い、一発くらいいいじゃん、一発くらいいいじゃん、お願い。ダメですか。ダメみたいです。なんかえ射撃撃ってきた。いやースーパー17出すか。いやまあこれは多分耐える、耐えるよね。いやいって全体ダメージでこれはやばい。ワンチャン4ダメ負けてるかな。襲い回避取ってから通常で打撃フン入れていきまして、お願い圧。いや中山決めれんかった。まあ勝ってるけど決めたかったな一発くらい。さあ2戦目はお相手さんスーパー17いるんで確定負けかな、さすがに。さあ頑張っていきましょう。一応抗ってみます。危ない。 OK 通常ね。射撃撃ってこないからワンチャン、お願い。打ってこない、入れ込みはしてくんなくて射撃撃ってくると打撃は振っておいて、タックル回避いこうか。タックル回避からそのまま厚いきまして、あぶねえ。今のタク負けてたらちなみに終わってました。いや使ってくるか、まあ、使ってくるよな、そうだよな。まあ究極打っておこう、とりあえずこれでユニゲが回復しますね。いやただきっついぞこれ、こんなん勝てないぞ、本当に勝てないぞこんなん。 OK。 さあ射撃見えたんで必殺かぶせていきましょうか。頑張れ当たれ。いやまあまあまあ悪くない。射撃撃っちゃって通常で押さえておいて、いやどうしようかな、跳ねるか、回避見て通常しておいて、入れ込み回避はしていると。クイカタックから射撃撃っちゃいます。通常で押さえておいて、まあこれは連発でいいんじゃない。いや撃ってくるか。いや回避圧マジ怖っ。打撃は振っておいて通常ね。いやマジか、強気か、それうまいな。強気打ってくる。 OK 打ってきた、あるぞ連続で打って。さあここでカバチェン向こうがつきますと。さあブルーシャロットいいぞ、お前はウルトラご飯とあんまり関係がないけど。 OK セミちゃん出てくる。そしたらこっちで殴っていきまして、必殺までつながるかな。オッケー繋がった、いいね、ワンチャンあるぞこれ、勝てるぞ。跳ねまして、危ない、打撃反打撃。いや回避音聞こえないか、これメイン切りたい気持ちすごいあるんですが、まあさすがに切れないな。おい回避圧してくれる、いいぞ、あるぞこれ、勝てちゃうよ。さあスーパー17出てくる、全然オッケー、全然いいよ。オッケーオッケー、ワンチャン勝てる、マジで勝てる、マジでいけるやつこれは。いや気力減少ずるすぎ、あー危ねえ。通常で押さえておいて、いやメインはまだだなこれ。ソガツ、いやマジか、入れ込み回避しなくなってる、うめえ。ちょ麻痺もついたしまずい、あーまずい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 、死んじゃった。いやでも26カウントあと粘れば勝てます。いやマジ通常ね。オッケー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 、入れ込み、あー無駄だ、危ねえ、メイン切るしかねえ。オッケー、いやでも打撃ないんだよな。まあでもユニゲが回復します。これで全然ある、本当に。えこれ勝ってるよねまだ。えあそっか、フリムコあるわ、強
びっくりも見えちゃいました。勝ちました。対戦ありがとうございました。こんなのヨダメ負けるわけないもん。1000万、出てる。すごいすごいダメージだ。さすがにこれラスワン17号のライジング食らっても勝ってるよな。いいよ、逃げるよ。はい、コウさんと。いやー、ぶどう。お願い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 。オッケー、中山やっと決まったぞ。うん、弱い。ということで今回は疑似ウルトラご飯パーティーで暴れていきました。いや、この4人の強い能力を全部持っているキャラが明日実装されるって考えるとめちゃめちゃ楽しみなんですが、ちょっと怖くもありますね。まあ、ガチャ動画とかも出すと思うんで、ぜひ見ていただけると嬉しいです。それでは今回はこのくらいで終わります。では